っと大仕事っぽいけど、ロッカー行ってみる？ロッカーの裏側になんか秘密が隠されているような気がしてならないのよね。ほら、よく言うじゃない、木の葉の中に木の葉を隠すって。フレーフレーめぐるさん、いいものがある。え、立花さん見て。何よこれ。僕にも何が何だか。はっ。え、どうしたの。羽が逆回転してる。逆回転ってそんなことできるんだ。多分この換気扇は普通とは血栓の位置が入れ替えられているんだ。それでモーターが反転を。よくわからないんだけど、要するにごちゃごちゃと中の機械がいじってあって、換気扇の動きが逆になるように改造されているってこと？そういうことだったのか。解けたよ立花さん、トリックの謎が。どういうこと？僕たちは普通、換気扇は中の空気を外に出すものだと思っている。でもそれこそが思い込みだったんだ。換気扇はさっきも言った通り、内部の配線をいじることでモーターを反転させられる。そしてその結果、逆向きに回ったファンは普通とは反対の働き、普
つまり外の空気を中に取り入れる役目を果たすんだ。でもそうやって換気扇が反転するとそれがどう密室トリックに結びつくの？だいたいあそこを出入りできるものなんて埃みたいな小さなものか、せいぜいが風くらいのものじゃない？そうか、めぐるくん、どうかした？そうだよ。ある程度可燃性の強い機体を使えば、それこそ分量次第で一気に爆発するみたいな感じで火は燃え上がる。もし被害者の周りに反転した換気扇によってそういった機体の類が充満していて、そこで彼がタバコに火をつけたとしたら、でもだったらそういうガスみたいなのを犯人はどこから調達したのかしら。少なくとも物質の近くにはそれらしいガスの発生源とかはなかったみたいだけど。そうだ、こういう時はナオトさんだ。あの人ならきっといいアドバイスをくれるはずだよ。私思いっきり気が進まないわ。ねえめぐるくん、やめましょう。きっと百害あって一利なしだわ。百害あってって、なんでそんな風に決めつけるの？今までにも彼には結構助けられているじゃない。たとえそうだとしても嫌なものは嫌。だいたいいくら助けになるとしても何でもかんでもあの人に頼りすぎるのもどうかと思うわ。でもさ、物は試しというかね、他にこれといった打開策もないことだし。本当にかけるの？私どうなっても知らないわよ。それに今回に限ってはいつにも増してなんだか嫌な予感がするのよね。はい、もしもし、ナオトです。いやー、光栄です。まさか宮子さんの方から声をかけていただけるなんて。あ、毎度、どうも。実はあの、ナオトさんの力を貸してもらいたいことができちゃって私の力を？それはもう、ぜひお手伝いさせていただきます。何でもおっしゃってください。肩もみですか？買い物ですか？あ、ドライブにでも行きたいということでしたら、山梨あたりに景色のいいレストランを知ってるんです。あの、ちょっと。そうですか。紅葉には少し早い季節とも思ったんですが、青々とした夏の緑もまた美しいものですよね。あ、美しいと言っても誤解なさらないでくださいね。この世で宮子さん以上に美しいものなど存在してはいませんから。いや、存在してはならないのです。だから、あの、その…ああ、これはまた存在してはならないなどと、なんという失礼なことを。もともと宮子さん以上の美などありえないのですから、存在云々を語ること自体がナンセンスですよね。ああ、私は罪深い。この罪は海よりも深く、山よりも高く。そうだ、お詫びと言ってはなんですが、今度映画を一緒に見に行きませんか？もちろんチケット入手から鑑賞後の食事まで全て私がエスコートさせていただきます。